ルキュン頑張って。ニャンポーかも。おお、ケイタ正解だ。やりましたね。ニャニャ当たった。これでクミちゃんもケイタくんかっこいい。なんで、なにそこにいるのは。ミス、ケイタがどうかしたのか。ケイタくんじゃなくて隣よ。あんまり言ってる、みんな見えないの。じゃあ、あのケイタくんの隣にいるの、お化け。妖怪の俺たちが見えるはずないニャン。ニャ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 。妖怪、その黒髪の生えかけのゆで卵みたいなのは妖怪なの。ゆで卵って私のことですか。完全に見えてる。クミちゃんめちゃめちゃ俺たちのこと見てるニャン。なんか緊張するニャン。別に誰に見られたってカッコつける必要はないです。めちゃめちゃカッコつけてるニャン。ケイタ、まずい。妖怪と友達だってことがバレたら絶対変なやつだと思われる。ケイタくんにはその妖怪たちが本当に見えないの。え、何のこと。うわ、都合の悪い時は他人のふりでミス。感じ悪いニャン。なんか知り合いみたいだけど本当に見えてないの。さっきから何のことだろう。私にはやらなくてはいけないことがあるんですから。これ以上クミちゃんに気もがられるわけにもいかないんだ。じゃあな、四つ目をやっつけて。任せるにゃん。私もミスミスに行く。ミス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 。ああ。ケイタ君、何やってるの？また新しい妖怪。怖がらないでください。私はあなたの敵ではありませんよ。騙さないでクミちゃん。全部こいつのせいなんだから。ケイタさんはクミカのことが好きなんですよね。クミカの心を手に入れるとっておきの方法を教えてあげましょう。なるほど。クミちゃん、俺ちょっと急用できたんで。ちょっと、ケイタくん。おいおい、なんで俺がそんなこと。頼む、一生のお願い。仕方ねえな。ケイタくん、どうしたんだろう。そこのお嬢ちゃん、俺は怖い妖怪だぜ。怖い妖怪。クミちゃん、下がってて。ここは俺が。はぁー、もう一回、はい、うわー、やられた。ケイタくん、すごい。うまくいったぞ。不良に絡まれてる心を助ける王道のシチュエーション。今間違いなくクミちゃんは俺にときめいてる。ナイスアイデアだよ。この調子でどんどん行きましょう。